いつも動画を見ていただきまして本当にありがとうございます勉強をしていく中でご相談などございましたらお気軽にメールいただければと思いますもちろん無料ですこの動画の下の説明欄にお問い合わせページの URL または私のメールアドレス記載しておきますので何かご相談ございましたらいつでもお気軽にメールいただければと思いますそれでは本日の3問をご覧ください A は B の代理人として B 所有の土地について C と売買契約を締結したが A は無権代理人であったこのことを C が知っていた場合でも C は B に対し追認をするかどうか格闘すべき旨催告することができ B が格闘しないときは B は追認したものとみなされるルかツかという問題です 考えたい方は一度動画をストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください答えは×ですまず問題文の状況としては B が本人 A は無権代理人 C は相手方という状況ですそして相手方 C は知っていたと書いてありますねこれ知っていたっていうのはこのことを知っていたってことなので A が無権代理人であることを知っていたということですねつまり 悪意だということになります。でまず一つ目頭に入れていただきたいのは相手方 C が全悪意にかかわらず再国権は持っています。つまりこの相手方 C は B 本人に対して追認するかどうか格闘すべき胸の再国をすることができるんですね。まあ、つまり。 追認しますかしませんかっていうふうに、相手方 C が本人 B に対して尋ねることができるっていうことですね。まあ、尋ねる権利があると、まあ、いうことが丸1の内容です。で、それに対して、本人 B が格闘しないとき、つまり答えなかったと、追認するかしないかを答えなかったときどうなるかというと、これは追認拒絶したものとみなされます。したがって今回の問題を見ると、 追認したものとみなされるって書いてありますね。これは誤りですね。追認したものではなくて、追認を拒絶したものとみなされるんですよ。つまり、追認しなかったっていうことになるという話なんですね。したがって、本問は誤りとなります。で、問いにですね、えー、取引士、いわゆる宅検士です。 が、業務上過失傷害の罪を犯し、10万円の罰金の刑に処せられた場合、当該取引士は、その登録を少女されることはない、ルかツかという問題です。答えは、登録少女されることはありませんので、丸になります。取引士が登録少女されるのは、どんな場合かっていうと、この4つのパターンですね。 不正手段によって登録を受けた。もしくは不正手段によって取引証の交付を受けた場合。二つ目が登録の結核自由に該当する場合。三つ目が事務禁止処分自由に該当し、特に上場が重い場合。四つ目が事務禁止処分に違反した場合。この四つなんですね。でえ、今回の内容っていうのは、業務上過失傷害の罪を犯して10万円の罰金の刑に処せられたって書いてありますね。 で、これっていうのは、今話した1から4に該当しないんですね。したがって、登録少女はされません。なので、登録少女をされることはないっていうのは、丸になるということなんですね。で、注意していただきたいのは、傷害罪による罰金刑を受けた場合なんですよ。この場合っていうのは、登録少女されます。どれに該当するかというと、この2番ですね。登録の欠格自由に該当する場合、これに当たるんですね。 障害罪による罰金刑っていうのは、登録の結核自由に該当してしまいますので、登録少女処分自由に該当すると。つまり、登録の結核自由に該当するから、登録を取り消されますよっていう話です。ここの二つはきっちり対比して頭に入れていただければと思います。引っかかった方は注意してください。途中なんですけれども、ぜひ、グッドボタンよろしくお願いいたします。グッドボタンたくさんあると励みになりますんで、グッドボタンを押していただければ嬉しいです。 ででは問3です。市街化区域内に所在する高土地面積2500平米について対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けた A は事後届出を行わなければならない丸か罰かという問題ですね結論から言うと事後届出は不要ですなので答えは誤りになります届け出が必要な取引の要件っていうのは土地に関する権利について対価の授受を伴って 移転設定するる契約であることこの3つを満たす場合、事後届け出の対象の取引となるんですね。つまり、権利性、対価性、契約性、この3つを全て満たす場合に、届け出対象の取引に該当するということです。で今回、対価の授受注を伴わない賃借権の設定というのは、2番目の対価性がないんですね。 対価の受注を伴っていないわけなので、この2番を満たしていません。したがって、届け出が必要な取引ではないんですね。よって、事後届出の対象の取引じゃないから、事後届出は不要だというふうに答えを導きます。たとえ、市街化区域内で2000平米以上、まあ、今回だったら2500平米ですよね、の土地で届出面積に達していたとしても、そもそも届出対象の取引ではありませんので、事後届出は不要です。 でこれ基本的な問題なんですけども、上記以外の理解の仕方を知らないと、関連問題間違えちゃうんですね。まあ、今言った考え方をしてもいいんですけども、ちょっと難しいんですよ。考え方自体が。でもっと簡単な考え方があるんですね。でこの点については、個別指導でお伝えいたします。そうすれば、関連問題も解けるようになりますので。 でここの国土利用計画法の届け出の問題っていうのはもうどんな引っ掛け問題が出ても解けるようにしていただきたいんですよね。もう得点源なんでこういったところを一点一点確実に得点できるようにしていくっていうところが合格の秘訣になりますのでしっかり理解してえ本試験で得点できる実力を一緒につけていきましょう。個別指導で一緒に勉強していきましょう。お待ちしております。レトスの小野でした。